始まりました。グランドファイナル決勝戦、モハメド・ライト VS アドリル。ライト選手、リトル・プリンス。ボンバー矢野なのでギガっぽいじゃないですね。ダークネクロマンサー、モンクカルマリフレクション。あ、祈るだけ。ダガーガールの攻撃跳ね返すことはできません。だが打ち切った。ボンバー限界突破。ここは縦線テスラ破壊ができる。間に合うか処理。卵の復活がある。追加のリトルプリンス、ここは守れない。開始1分と少しで先にライジ選手が1本掴みます。1本折ってのガッツポーズ。アドリル選手、限界突破のロケット押し。スパークタワーには入りません。高めのボンバーで早めのこのロケット方針の勝利を狙います。リトルプリンスレスキュー防衛。ヒールに押さえて左サイド上側、コウモリダメージが入っていました。モンクノックバック。貫くボンバーの削り。これは左サイドのタワーも折り切って2本つかんだライト。アドリエル選手はここで1本を落とします。グランドファイナル決勝戦2試合目です。ライト来たか。スケルトンにロイヤルゴースト。もう一枚見れば何が来る。ディガーです。来た。アイスゴーレムのディガーっぽいデッキ。でもアドリエル選手側もこのデッキが来ることは、ね、想定のうちに入っているはずです。レイジケルトンで時間稼ぎ、綺麗に防衛、ノーダメージ。今回は物量で押していく。ライド選手は建物の中はテスラです。教え隊のエージェント、親衛隊の刺さりはどうだ。ボンポイウッドアイゴリでの竹取り、ここもあー入らないダメージ。アドリル選手はすでにもう次が親衛隊もロイジャイも限界突破。次の強烈な攻めをライト選手、限界突破なしで止めなければいけません。2倍タイム。まずは防衛から。ラフィング、ディガポイのスペル削りに対しても対面のライトニング削りで。ロイヤルジャイアント鉄線反応、ウッドのバック、ここはきっちり抑えます。スペルの削りによってダメージはイーブン。ライトニングがあることは分かったので、ライト選手アチャクイネ左には出せないが、ここで右サイドライトニング削り。
アドリエル選手はこれで動作転換もできるぞと。またアイスゴーレム、ダーガー打たせて、アーチャクシャドウクロック姿を消す。来ました、殿下の宝刀ディガーのアタック、ダメージ通して削るリード掴んだライト。ゴーストミツのアイスゴーレムをここで使う。アーチャークイン左、ここには打ってくるライトニング。ただ手札的にはムライス中ね、次のテストが回ります。ですが切ってのスケルトン、レイジでここ突破、ダメージは抑える。ただゴーストハイゴリュー系間に合います。ムライス選手これで次のテスラは限界突破。もう一度ライトニング打つなら右だぞと。アーチャークイーン後ろ展開、ただここで打たなかった。これテスラに対してライトニング打つ形になるか。コブリン来たと、アイスゴーレム来ましたね。テスラ破壊するライトニング、ゲンカ突破、ロギージャー一発、2発 1600、 あディガープレスのポイズン削り見せるライトニング。時間は残り時間30秒、リードはアドリエル、限界突破の死ねたい。左サイドダガーは打ち尽くした。間に合うかディガーの削り、ゴブリン処理狙うロリウッド。アドリル選手にはライトニングの削りがラスト待っています。リットプリのチャンピオンサイクルもある。ディガープラスポイズン、ウッドの削り、ディガー引っ張ったトリト、ディガーダメージを抑えてライトニング、レイジまでスペル削りを使ってアドリエルタイブレイク。今大会勝率 100% のライト選手のアイコレディガポイを打ち砕く。ライト VS アドリエル3戦目、アドリエル選手はここで勝利を決めればゴールドチケット、世界大会行きが確定する。大事な試合、ライトはナイトにファルチェ。うわー、お互いファルチ入り。ライト選手ゴブリンドリル、エリクサーアドバンテージはライト選手が握ります。ターゲット奪うナイト、トルネード、カバーにダメージは入りません。マニューかだが、まだライト選手タワーに傷は負っていない。ずっと攻め続けるのはライト選手、ゴブリンダメージが入ります。アドリエル選手スケルトナッシュ、ファルチェの角度が素晴らしいですね。先置きポイズンで大盛り処理、限界とパーチャーで高めのカードは止まるか。これ時間30秒、高めのボムタワー、ファルチェトルネをかなり嫌っている。だがライトは削る、ファイアーボール来る、ない、うわー、トルネの引き剥がしてターンをたけばスキャラに向けた。ここに防衛の、いや攻めのポイズンか、アドリエルのポイズンがタワーを削ります。
アルチの攻撃がボムタワーにもヒット。逆サイド無視できない攻め、そしてスケルトナッシュのアタック。ただそこ守れると見たか、ミサイドナイト、ファルチェ重り処理するトルネード、ダックプリのハイダメージを使ってナイトファルを4コース防衛。うわー、投じに行くトルネード、一気にゴブリン、そしてコウモリのダメージで掴んだ勝利、モハメドライト。2対1、まずはこの決勝戦1回目ライト選手が勝利でアッパーブラケットのアドバンテージをなくしました。アドリエル選手、ゴブリンドリルからスタート。デュエル BO3 の再戦です。もう一度1戦目からドリル対決。うわ、ケアのアイスピだ、この距離であればボンバー入りません。ダメージテスラが起動する。 OK、 大丈夫です。アドリル選手うまく抑えてエリクサアドバンテージ、アドリエルが握ります。マイティドリル対決、今のところ出ているカードはほぼ同じ。ドリングと、あ、これはもう完全ミラーですかね。PS のぶつかり合い、いかにこの防衛をダガーガールの防衛をくぐり抜けるか。ここで限界突破のボンバー削りかわす、バーストエスケープ、早い反応。もう少しの削りが命取りになります。アイスピ固めて、だけは取れている。でもテスラで対応、わあ、やばすぎるでしょ。バーストエスケープ読みの逆サイド限界突破ボンバー削り、やばい、貧血、やばいやばいやばい。なんだ今の、やばい、クラクラする。残り時間30秒、ドリアタックポイズン合わせてタワーダメージ、リードつかむライト、マイティが削り、バーストスキップ間に合わない。キング起動成功、このキング起動ライト熱い。ゴブリン一刀で切り抑えて、リードはアドリエル。ノコちゃん1分30秒切りました。バーストスケープ逆サイド削り入らないが、ポイズンの削りでリードはアドリエル。ライト選手もポイズン1枚分のダメージ差にはなっています。3倍タイム、あれ気づけばまくってるボンバ、うわー、ここテスラによって
仕留められる。タマトゲマイティが奪ってのゴブリンドリル、ポイズンの削り、ゴブリン抑えるローリュート、もう一回出てきてゴブリンアイスピロル、ボンバーもここは止まります。同タイミング、ゴブリン入る、これどうだ、出てくるゴブリン、ダメージが通る、防衛のポイズン止まらない。アイスピー飛んでなんとか止めるが、これアイスピーフリーズ、タワーに入っている、ダメージが入って一気にリードライト、ルガドリル、ボンバーゴブリンに囲んで守りながら、ここダメージあっと降りません。タイブレーク、やばすぎる試合、取ったのはライト、ゴールドチケットに王手をかける。アドリルバスモハメドライト、次ライト選手が取ればそこでゴールドチケット確定。アドリエル負けられない試合、選んだのはホグライダのホグライダー。さっきの試合でアドリル選手は、ローリングウッドを使っているというところでの限界突破、ザップホグ。ライト選手チームのこの読みを、ホグが来ないだろうという読みを外しに行くデッキピック、ザップサイクル回してニクスト限界突破。ハイスピーハイダメージ、ロケット押し、いやー処理の矢の目、文句残してアルマリフレクション大ダメージ、一気に削りはイーブンです。ここの攻めは強い、タワータケ限界とかないとか奪ってのゴブジャタック、ボンブタワーのハイダメージがゴブジャにも入っています。限界突破ザップ、ザップ来たと、おファイスピー、綺麗な処理、アドリエルうまく抑えてエリクサーアドバンテージを握った。アドリエル選手サイドチェンジ、ボンクとは逆サイドアタック、ライト選手はサイドは変えません。使った縦縦の選手の突破が難しかった。ライト選手攻める、モンクカルマリフレクション、タウンタゲモンクが取っているのでミニペッカーのダメージだけではホグは止まりません。リードを掴んだアドリル、そしてミキサードロケット押しだけで抑えれるか、残るロケット、えらい逆サイド振り向きざまの一発、アイスピでコウモリ、綺麗な防衛、光るアドリエルの防衛です。モンクカルマリフレクション、これロケット押し、後ろ下がってナイトに処理もされません。ホグレダ一発、大きなリードはアドリエル選手、先行きのボムタワー、モンクのチャンピオンサイクルもあるのでこのボムタワーがやられたとしてもネクスト回すとですね、限界突破ザップ、回した縦の戦士ゴブジャイはしっかり止めて2周目ゴブジャイ、ここはボムタワー使わないか、モンク、いや使う、
しっかり体、まあ、リフレクション、リトップリ処理して耐える、ミニペッカの攻撃あせ、お、処理、狙うが、どうだザップ、手を騙した受けボムタワー、うわ、ここのライト端前ゴブチャイ文句、ノックバック、ゴブチャイ遠ざけられるかでも文句引っ張るトリトンファイアボール防衛の限界突破ザップ1900、まだリードはアドリル選手、攻めるホームライダーだが、がない上川、ホームライダートップリレスキュー、竹山立てて、ボムタワー間に合った、ファイアボール削り1972、アースクイック、湯止め間に合うかダメージ、削りは、リードは、ライトタイブレイク4月のマンスリーファイナル、今年最初のワールドファイナル参加を決めたのはモハメド・ライトだ。今年もこの男から世界大会は始まっていく。ライトは今年も止まらない。 No way! Momo, what's up, man? I did not know that we were going to get to chat. First of all, congratulations. I gotta ask you, you started off a little slow today. The game is changing so much, so rapidly. How are you able to adjust even as quickly as just throughout today to the whole entire meta just in this tournament? How are you able to adjust from that first set to winning that golden ticket? Well, hello, Andrew. And I'm glad to be here on stream again. And I'm kind of out of breath right now, but I'll try my best to answer your questions. But yes, the meta did change a lot since last World Finals. And I think I caught like someone saying something like on broadcast that if you don't play the game for like a week, you're not gonna understand what's going on. So I needed to play a lot, of course, and I practiced a lot with pros, and I used different tower troops until I figured out which was the best one, which is Dagger Duchess. And I'm happy going through the loser bracket again, replicating what I usually do. I wasn't quite able to do that at World Finals last year, but this time I did it. I'm very happy about it. And I'm just in a very good mood now. Yeah, able to get a little bit of revenge there against Adriel, who sent you home, who I'm sure you've been really enjoying, building a bit of a rivalry over the years with him as you take this game. Talking about what you were saying, how fast this game is evolving, your deck that you created, that Ice Golem was Little Prince, then became Archer Queen with, Royal Ghost and Minor. You're like the only person still playing a version of Minor Poison, it feels like. Do you think it's as viable as other win conditions right now, or do you think that you're just that good with it? I think a lot of people played Minor in wrong decks. For example, I saw some people playing Minor without a mini tank, which I think is a big mistake, because throughout the whole monthly finals, I think every single player played with the Dagger Duchess, and a Minor only gets 2 hits on it, so you need a mini tank with it. So I figured Ice Golem would be good, because it's 2 elixir and it tanks all the shots, and then you can go for a Minor. So, and I created that deck because I'm a Minor one trick, so I had to make it work, and I got a lot of wins with it. Actually, it was only Jibus who was able to catch on to that, and he was able to snipe me pretty good in game 2 of the first set. Yeah, that's an interesting conversation about you and Jebez and him being on the other side now, and I'm sure we'll love to kind of see that unfold throughout the year. As you just said a moment ago, you're out of breath. We saw you jumping up, running around, celebrating. I mean, this was a really emotional day for you. How come? I mean, you're a guy that is already probably considered one of the 2 best players, if not the best player in the world. You've already won World Finals. Why so much emotion from this monthly final when you've won like 9 monthly finals in the past? I think it was because I played this one with Josie. He was my coach back in 2021, and I left him for 2 years. Now I'm back with him. So this one was as you said, a bit emotional because I was able to win with him again. So I was very happy about that. And a big shout out to him. He helped me a lot today.
Yeah, that's really great to hear. Glad to hear you're working with another exceptional coach in the community and the vibes are good. Mohammed Light, the ninth golden ticket in your repertoire now, our first golden ticket winner here of 2024. Congratulations to you, man. I'm already so excited to see you once again at World Finals. That'll be back to back to back for us hanging out in person. So congratulations to you, brother. What a great day. And even though we won't be able to give you another golden ticket, hopefully we'll see you here next month at our monthly finals.